よろもあにょせよ、もごもご今からおよそ2000年前、朝鮮半島には三国プラスアルパの時代がありました。一旦、まず、今の釜山のあたりで、白木が紀元前57年前から建国をしました。まあ 当時は、まあ、国というぐらいではなかったけれども何か集団を形成していたことなんですね。で、その後、紀元前の37年には今の北朝鮮の辺りに国立という国ができました。そしてその国立から、えー、ちょっと逃げた祖父のたちですねが、えー、半岸あたりに来て作った国がくだらになりますね。 この時が紀元前の18年でした。そして、くだらと白木の間に、かやという国が、えー、西暦の42年建国しました。えー、最初は、すべての国が、えー、まともな国というよりは、まあ、集落みたいなものだったので、最初はお互いがぶつかることはあんまりなかったんですけど、えー、300年ぐらい過ぎてから、 えー、お互いの村が大きくなるということで、まあ、国家らしくなったんでしょう。それで、えー、国境が接することになりで、そこからはちょっとカットとか、まあ、小さな戦闘が始まりました、えー。その中で一番土地が大きいのは国栗だったので、一番国栗が強いと思うかもしれませんが、国栗は農作地がとても少ないので、ほとんど略奪で、えー、国を運営していたので、 面積は大きいけれども前半はそこまで強い国ではなかったんですよ。それに比べて、百済が最初にスタートした地域がとてもいいですね。半岸だったんですよ。なので、この時期に一番強かった国は百済でした。でこのクダラのの域を引っ張っ張たのが 君チョコワンという王でしたね皆さんドラマで見たことあると思いますがこのクンチョコワンの時代は日本と同盟を結んで国利を攻撃するなどそして日本と同盟を結んで茅を属国にするなど百済が一番強い時期でした。 先ほど言ったように、クダラは半岸を持っていたので、こういった繁栄期を迎えることができましたね。もちろん、これを見ていた国理は、この地域がどうしても欲しいでしょう、えー。周りは農作地もたくさんありますし、川もありますので、とってもいい土地じゃないですか。なので、国、え、理、ー、の中六大王の 国国王の時に、えー、この反岸を奪うために戦争を起こしますが、君長五案はあまりにも強い王でした。むしろ航に反撃をして、なんと航国の王を殺す業績、えー、を成し遂げることができます。えー、後国としては自分たちの王が殺されたので、とっても、えー、大変な状況になってしまったでしょう。えー、むしろ航国が攻撃したのに負けてしまって、えー 国ことになりました。としてはとても残念なことですねつまりまとめてみたらこの時期は軍蝶合案のおかげでくだらがとても、えー、繁栄をしていましたただし皆さんも分かると思いますが一つの国の繁栄って永遠ではないんですね国、えー、栗は、えー、このことをずっと覚えていたでしょうそして国栗の19代を、えー、伝説な英雄漢ト桃でワんが登場します このカンゲトデワンが王になった時には、クダラはアシノワンという人が支配をしていたんですが、この2人が戦争することになりますね。カンゲトデワンは戦争のために生まれた王と言っても過言ではないです。なので 連戦連勝するんですよ。くだら軍は一回も勝てません。くだら軍がとても大変な状況になって、まあ、日本軍に救援を求めて、その日本とくだらの連合軍を結成しましたが、それも関迎と出会うに負けてしまいます。えー、これで結局、くだらの足の案は、くだらは国連の属国になるということで、えー、まあ降参しますね。で国連としては、まあ、上の満州地域とか中国とまあ対立してたので、えー、支配した反が、 地域を、えー、またクダラに返して、まあ、属国なので、そこから、まあ、物流を送ってもらうということにしたんですね。じゃあ、今まで繁栄していたクダラとしては屈辱ですね。えー、なので、足のンは、 えー、この怒りを白木に発散しようとするんですよ。当時、国立と白木は同盟国だったし、白木はまだ小さな国だったので、日本とカヤと連合を組んで、白木を攻撃しようとし,しますね。でそれで、白木の17代王のネムランは、国立にもちろん、えー、助けを求めるでしょう。えー、それで、結局、えー、またカンゲとデワンが降りてきて、日本軍も追い出して、クダラ軍も、えー、全滅させて、カ、ま、ヤ、あ、もて、 もちろん全滅したでしょう結局連合軍は完敗してしまいますこういった連続した戦争で国利が勝ったおかげで後世紀は国利の反撃と言えるんですよつまり国利が反感を取っているんですね当時の国利はとても強い国で特殊の連合を使っていましたつまり 中国と対等な関係の皇帝国家だったんですね。その関係と出会うの次が20代王のチャンスワンなんですが、このチャンスワンは関係と出会うのこういった素晴らしい業績を引き継いで中国との交流も対等な関係で行ってさらに強国になりました。この時期が国の再繁栄期ですね。 これを見ていたくだらとしてはどうしても頭が痛いでしょう。国も早く国籍の属国という立場から、えー、逃げたいわけなんですね。えー、なので今回はなんと、白木とと共に国籍を攻撃しようとするんですよ。えー、白ラとしてもあまりにも国籍が強くなっているので、国籍のおかげで助けてもらったにもかかわらず、やっぱり永遠な同盟はないんですね。えー、白ラはくだらと手を組んで、国籍を攻撃しますが、チャンスワンもかなり強い い王だったので結局、新羅も負けて、この今回戦争を起こした百済の21大王、ゲロワンも戦争途中で殺されることになります。つまり、ク空時の繁栄は続くことになります。 じゃあこうやってコウクリが強くなって、えー、クダラとシラギが弱くなっているからカヤとしてはあもしかしてこれ私たち独立できるんじゃないのと思ったらしいですよ、えー、なのでシラギと手を組もうと言ったんだけどむしろシラギとしてはカヤのくせにといて、えー、カヤと手を組むんじゃなくてカヤを攻撃して半分ぐらいを占領してしまいますねカヤってとてもかわいそうな国なんですねそれで危機を感じたカヤは 今回はに助けを求めるんですよもちろん国栗としてはくダラとしらを今回こそ叩き潰そうとカヤを手伝うという名目でくダラとしらを攻撃しますがなんとくダラとしらは今回はもう死ぬ気で反撃したらしくてくダラとしらの連合軍が国栗軍を破ってしまいますつまり勝利したんですね。 この勢いで南海の戦争でクダラとシラギはそれでやっと、えー、半岸の周辺、半岸地域を取り戻すことができました。これはシラギとクダラの最大の業績だったんですね。じゃあこれで、えー、クダラの26代王のソンワン、スベッキャンのあの王ですね。えー、ソンワンはドラマ村徳朝』で出てきたチヌワン、ご存知ですか このチヌワンに、じゃあ今までお疲れ様でした。半分こしましょう。ハンガンの右側を白木が、左側はクダラが取りましょうと言ったんだけど、なんとここで今まで味方だった白木が、えー、裏切るんですよ。それでクダラを攻撃してしまって、クダラは慌てて逃げてしまいますので、結局クダラは、えーまあ、またハンガンを奪われてしまいます。 それで、ソアンはもちろん切れるでしょう。えー、なので、シラギを攻撃するんですが、ちょっとタイミングが悪かったんですね。えー、ちょっとあの自分たちが要素できてなかったところから、シラギの奇襲攻撃を受けて、ソアンは戦死してしまいます。えー、これによって、この地沼の裏切りによって、シラギが次の繁栄を迎える主役になりますね。えー、この流れは、ドラマ、存続上を見たら、皆さんわかると思います。 えー、つまり、えー、朝鮮半島の歴史を見てみると百済、えーまあ、は4世紀そして国立が5世紀白羅が6世紀半永期を迎えることになりますが共通点は半眼を支配した人が朝鮮半島の王になりますね。 じゃあ今日の話はここまでです。ト、えー、ラマー存独場とかが好きな方はその前の辞書とかがよくわからないと思いますしトラマーチュとかが好きな方はその後はどうなってるのか気になると思いますしト、えー、ラマースベキャンとかが好きな方もくだらってこの時期一体何があったのか気になると思いまして作ってみました。今日も聞いてくれてしんたちんちゃあこんばんはよ。ろぶん、あんにょーん。